よう。はいどうも。ではやっていきますが、続けていきます。あれ、こんな機能が、あ、これは別のもんか、別でどっかで使うんだろうな。さあ続きですよ。この前のいろはのいいがこれですからね。フレームの基礎の基礎いろはのローに行きましょういろはのローってなって、いや怒られちゃうな、ね、あ、切り出しからやっていくスタイルで今回は行ってるんで、切り出して、ある程度組めるところまで組んで、で、そこから塗装をするという形になります。この方が絶対に楽だよね。ほぼ同じ色で一色で塗るんだからね。そらね、一個ずつ塗ってやるよりはある程度組み上げてから塗った方が早いよね。で、こいつがここか、ここにつくと、ここにつくですね。あ、つけにくいな向きはこれだってるね。ここにつくから、ここもやっぱりあれをしといた方がいいと。やってみないと分かんないよね。これ多分塗るだけだったらこんなことやってないから、せっかく塗ったものを削ることになる、っていう意味ではこの方式取った方が正解だったのかもしれないですね。結構ね、パーティングラインがこの上に乗っかってるんですよ。だから必要な分だけこれだったら削れるし、必要なところに必要なだけ削ればいいわけだから、やり方としてはこれ正解やったかもしれないですね。合ってるかどうかわかんないけどね。トラックを作られる方が、お前そのやり方じゃダメだよと言われたら、はい、すいませんでしたと言うしかないと思うような作り方をしてるような気がしますが、とりあえずこれがここか。ちょっと待って、先にここちょっと削っとくわ。前回ロハの家でくっつけたやつがちょっとムチュってなってたんで気になって、これをここにつけると、やっぱりそうやって削ってやった方が安心してガチッとくっつくね。で、これをここにつけた状態で、やっぱり裏から入れるか。よいしょ。今回はこの接着剤が、流し込みがね、いいかもしんない、強度的にも。で、こっち側と、接着剤塗ってないから、塗装してないから接着剤がちょっとはみ出てもね、削れはいいだけなんで、
これで今度は C の14、13、14、13、14、14で見えないでしょ。これが14で、これが14で、これが13。またゲートが多いな。ひっついてる。こっちが13だったね。ひっついてるゲートの多いことだ。どこ切ったっけ？ここか。怖いな、怖いな。で、これもゲートか。これも、この2つもゲートか。これもゲート。ここもゲート。ゲートだよね、ゲートだよね。で、これがゲート。これが13。13だな、13だな。これもゲートか。ここにゲートがあったな。来ていいのかな、来ていいのか分かんないけど、まあゲートだから大丈夫か。で、こいつをゲートだったな。アンダーゲートだね。これは削っとかんというか。こいつを13はこっちか。こう入れると、ああはんはんはん、なるほどなるほどなるほど、なるほどなるほど。こうだね、こうだね。よいしょよいしょ。で、こっちもほどで、外側もちょっと流し込む。なんからしくなってきたね。ここはアンダーゲートだからちゃんと処理して、処理しとかんとちゃんとくっつかないと。これはゲート、これもゲート、こっちはゲート少ないな。こいつがゲート、こっちは少なかったな。けどね、よし。で、こいつがこうだね。やっぱり組みながら、塗装せずに組みながらやっていくっていうのが、この方法正解だったな。で、こいつと、ここと、で、外側からもちょんと、で、
こちゃんと入れすぎちゃったけど、まあまあまあ乾くからいいか。はい、で1、12、これが1、12、12ってどこよ、これか、また切りにくい、これまた切りにくい、変に力入れたら折れるんだよこれ。でこと切ってここよいしょ、これをこう落としてこう落としてでこっち側のこうかこれか。あのね、あのどうでもいい話とかねできないね。あのあれがどうなってこうなってってなる状態だから非常につまんないようになってねえかなって言って思ってるわけですけどね。これもうゲート、あの雑談ができないんですよ。要は気になっちゃった気になっちゃってあの集中しないとあのいけないのが、あのあれがちっちゃいでしょ、物が、物がちっちゃいもんだからあのすっごい気使うわけですよ。そしたら進めこっち先つけん方がよかった、つけない方がいいんかな。ってなってしまうから19先つけてみようか。よいしょ、やったら細かいからね。19、これか。またこれまたもうまた切りにくい、これまた切りにくい、ここ切ってここ切ってここ切ってのここ切って、あのいろいろね、そのまあ雑談じゃないけどまあどうでもいい話とかしたいよってじゃないですか。こういう時って組み立ててる時ってあのね、もう神経集中しないとどこを間違えるか分かんないから、あれこれここだな、ここだな、ここだった。あのどうでもいい話がね、どうでもいいっていうかあの全然関係ない話とかね、あのできないわけ。怖いんだよね。まあ余裕が出てきたら慣れてきたらいいんだろうけど、これをここに乗っける、ここにくっつける、でこれをここにくっつける。ああなるほど、どこがくっついたかわかんないけど、こう、あなるほどね、あなるほど、ここ切ってないんだよな、ここを切ってないんだよな、意外とだからこういうのやりだしたら集中しちゃう、集中しちゃうというかの込み入った話ができなくなるから、ここに乗っけてここに挟んでここくっつけて、これでいいわけね。ち
ちゃんと形になってんだ。すごいね。このサイズできっちり成形を入れてるっていうのはすごいな。あのここがねちょっとあの星型ではないけど山型になってんの。ここをこうきっちり入れないとここがくっつかないっていう仕組みになってるね。これをきっちり入れて、だからこれを上にできないようには なってるわけね。これを先に入れてここをつけて、よいしょ、ここをとりあえずくっつけないようにね。流し込んでやって、でこうくっつけてやって、あーうまいことできてるね。こうくっつけてやると、できてますわ。細かいな作りが。うん、これでいいんだ。でついでだからここもついてるからくっつけるとか。ついてんのかな、ついてなかったかもしれないね。でこれでこれこうこいつを、本当にこっちでいいの？ああいいんだ。見えない。ひっくり返ったんだ。先にこっちつけないか。こっちつけないといけなかったのか。これこっちに入れないとダメなんだ。こうなるんだ。あー逆だったわ。へえ。あ、それでここに乗るようになってんだね。へえ、よくできてますな。よくできとりますな。つくよね、本当に。それでここがここに乗っかるようになるの。多分ね、なんかそういう風な作りになってるからよくできてますな。ほらこんな感じ見えるかね。細かくできてますよ。で今度はこいつをひっくり返して、今何分？18分か。61。どこにつけるって今度は。あ、ここにつけろってか。今度こっちはこっち外につけろってか。あ、ほんで作りが違うんだ。へえ。新61。あ、同じものが2つっていうのが助かるけど、これが61、62とかになっちゃったらまたそれで厄介だね。なんかスプリングかサスペンションか塗りてえな塗りてえな。スプリングらしくサスペンションらしくやんないけどやんないけどこういうの、あの
あれなんだよね、ちゃんと多分あのやる人は構造上構造ちゃんと確認してスプリングを塗るんでしょうな。いやないけどできないよねこれ。だってまだ塗ってないんだもん。ここにもねちょっとちゃんとあのゲートがある、ゲートがあるけど、パーティングゲートじゃない、パーティングラインがあるけど、こういうのもしっかり取るんだろうな、ちゃんとする人はな。でこいつをこと下が細いんだね、ことここ入んない。上から行くか。ああ落ちた。うん、よいしょ。こことここ、うん、もう一回こことここで、こいつをくっつける、で反対側もつける。行き詰まりそうだね。まっすぐなったね、まっすぐなったね。でこっち側は外なんだ、こっち側は外なんだね。こことで、ここくっつけて、ここにも流し込む。あー細かいね。そしてここでエンジンがついに乗るわけなんですが、エンジンは乗せないと、ここではね。どこに乗るかの確認だけをしといて、ここか、ここに入るわけか。ここにこれが、ここに入るわけか。入んないぞ。入る。入るけど、ちゃんとした位置に置けない。ここに乗るんだ。こう乗るんだね。こう乗るんだけど、あ、取れた。うん、取れた。いや、後でつける。こうつくのね。ちょっとつかない。ん？入んないよ。あ、いや入ってるか。入ってるのか、これで。この上に乗っかる、こうなるわけね。あはは、こうなるわけだけど、ここがはまらない。あ、はまった。
ここで言ったってな。合ってるっぽいな。こういう風にエンジンが乗っかると、いや、ここ乗ってない、浮いてるね。お、これで乗っかったんだ。これで乗っかるんだ。あ、また外した。乗っかるのは乗っかるけど、ちゃんと乗っかってくれないね。無理やり乗せたくないな。こんな感じになるのか、うん、こうなるんだね。でこれを前々から置いてたんだけど、これをつけれるのかっていう話だよな。これをつけた状態でエンジンが抜けられるのかっていう話になってくる。要はファンが取れた。でも多分なんかあるあれか。となるとこいつは先に塗装しとかないといかんってか。あー、これ先塗装しとかんといかんな。同時に乗せんといかんわけだ。ちゃんとエンジンが乗っかってるように見えんの。ここも緩いな。ここも後で止めとかんとダメだな。あー、じゃあこれも塗装だな。っていうか、いや、ちょっと待てよ。こうやってこれをつけて、ん？これがどこだ？ここか。これ、ここをつけといて、エンジンが忘れるか、ダメか。いや、忘れるな、忘れるな。これをつけてこう入れて、別塗装しよう、うん、別塗装します。で、この取れたやつを直さないといかんわけだな。これ別塗装します。で、今何分？28分。壊れたエンジンだけ直そうか。ここに、あっちが逆だ。エンジンの壊れた部分だけ直してね。外れたところだけ直して全部。乗っけて、こいつをつけて、
ね、喋れないでしょ。喋れないのよ、これ。こうなっちゃうと。全くポンって喋れないわけ。これで雑談しろっていうのは無理な話だと思いますよ、僕はね。これは無理だよ、雑談しろっつうのは。次から次へといろいろ壊れていくわけですからね。でどれがどっちか分かんなくなっちゃったっていう。これがこっちだな、こうだな。こんな難しいのをやってたらそりゃ話もできなくなるよな。あ、やばい、フレームが落ちそう。今横でフレームが半分外にはみ出してる。ああ落ちちゃそりゃね、話もできなくなりますよ。前回はイロハのイだとか言ってたけどさ、それもできなくなっちゃったよね。もうちょい、もうちょい、もうちょい。繊細だね、かなり。よいしょ、復旧させます。復旧、これ多分また外れるな。組み付けの時外れると思うから、まあいいか、その時はその時で。今度は正規の位置に乗っかった時に正規の位置につくようにはみりゃいいだけなんで。はい、とりあえず復旧しました。ということでちょっと方向性が変わったんで、これは、別塗りで塗ると。でエンジンは、エンジン今の周りにつけるものがここに今、まあここまでできたわけですけど、まあここだけですね、ほとんど進まねえな、おい。で、このエンジン周りのこの辺の部品はもうすでに塗ってます。うん。で、後ろ側はね、あれになるんで、それは、また別で組んでいきますけども。うん。まあ、こんな感じで、うん。でも、あとちょっとだな。そんなにないな。あと、結構割と組んじゃったやつがあるから、あとこの後ろの板バネぐらいかな、つける。後ろの板バネぐらいだろうな、多分つけるとしたら。うん、そこで一旦塗装に入るかなって感じになりそうですね。はい。じゃあ、そんな感じで、ちょっとそれは後でやっときますね。後でやっとくか、それとも今やるか。なんか全然進み具合が悪いから、次でもまず組んでいった方がいいか。ここまで組みましたよっていう風にやった方がいいか。はい。じゃあ、まあこんな感じ。まあ今、前のサスペンションまでできました。で、次は本当はエンジンは乗せるところだけど、エンジンはまだ乗せませんと。で、これが塗装せないといけないからね。ということで、今日はこの辺で、また次回お会いいたしましょう。さよなら。